こんばんは。今回は116回目の代官山蔦屋書店モーニングクルーズをお伝えします。テーマは松田優之助ロードスターで、初代の NA から4代目の ND まで揃いました。それでは会場をご覧いただきましょう。場所はいつもの T サイトで80台ほどの駐車スペースがありますが、今回は60台ほどの展示でした。というのはテスラや韓国の EV スタンドに加え、エネオスの EV スタンドも増設されていることや、そもそも早朝から車の騒音に周囲から苦情があることなどで台数を絞っているようです。改めて静止画像でご覧いただきましょう。こちらは最新型のレザーパックモデルです。
ここで気になった車をご紹介します。初心者マークのついたこちら NA です。昨年12月に購入されたそうです。購入後の不具合を聞いてみたところ、フロントのブレーキフルードオイルが若干漏れてたそうですが、自動車学校の生徒であるゆえ簡単に修理ができたと言っていました。おしまいに、35年の長い歴史のあるロードスターですから、分類番号2桁の答えを探してみました。いかがでしたでしょうか。せっかくのイベントでも以前のように悪年ばかりの賑やかさがないと非常に寂しく感じますが、地域住民の方の生活を考えるとやむを得ないことかもしれません。